ホスホリパーゼの切断部位。ホスホリパーゼ C 酵素は R3 部分についているリン酸エステルの直前を切る。ホスホリパーゼ C はリン酸エステル元の直前でリン脂質を切断する酵素群の総称である。深核生物の細胞生理学、とりわけシグナル伝達経路において重要な役割を果たしている。13種類の哺乳類ホスホリパーゼ C は構造に したがって、6種類のアイソタイプに分類される。ホスホリパーゼ C 経路を活性化する受容体は、主に GαQ サブユニットと協約した G タンパク質協約受容体であり、以下のものが含まれる。GαQ よりもマイナーなその他の活性化受容体、PLC は臨脂質を切断する。ホスファチジ類のシトール4、5ビスリン酸はジアシルグリセロールよび、 イノシトール1、4、5トリスリン酸へと切断される。DAG は膜に結合したまま止まり、IP3 は細胞質ゾルへと放出される。次に、IP3 は細胞質ゾルを介して拡散し、小胞体にある特有のカルシウムチャンネルであるイノシトールトリスリン酸受容体に結合する。これによって、カルシウムの細胞質ゾル濃度が上昇し、 細胞内変化及び活性化のカスケードが引き起こされる。加えて、カルシウム及び DAG は、プロテインキナーゼ C を活性化する。プロテインキナーゼ C は、その他のタンパク質分子をリン酸化し、細胞活性を変化させる。末端効果は、味や発がん促進などである。バクテリアやトリパノソーマでもホスホリパーゼ C が同定されている。EC 番号は、 以下の通りである。ありがとうございます。